皆さんこんにちは、ケンです。今日はトイファクトリーさんに私のハイエースをカスタムしていただきました、はい、こちらをご紹介したいと思います。よろしくお願いします。じゃあ早速、はい、完成したのでお披露目です、はい、こちらですね、ベースのハイエースに家具を載せれる箱箱というモデルになっております、はい、でこれは C パッケージって言いまして、家具が2段重なった上にベッドのマットを置けるようなものになっております。さらにですね、これ上に LED のライトですね、天井側ライトもつけていただいて、まずちょっとつけてみてもいいですか。そうですね、はい、はい、じゃあちょっとつけさせていただきますね。こちらですね、ポータブルバッテリーを載せていただいてですね、 12V のコンセントでソケットでつくようになっております。で電源入れるとライトがついてきます。明るい。はい、既存のこのルームライトもつくんですか。もうそうですね、はい、これもつくともっと明るい。で、つけ方としては、はい、ポータブルバッテリーを使った、まあ、12V の電源でつけるパターンと、あとルームランプと連動してつけるっていう、この2つのパターンをお選びいただくことができるので、まあ、ニーズに合わせて使っていただければと思います。はい、ありがとうございます。でポータブル電源も設置してもらって、こういうふうにがっつりと固定されてますね。これはあれですか、ロープで。そうですね、これベルトで止まってるので、はいはい、これ外していただくと取り外しができるようになっております。はい、移動中もしっかりと固定してるんで。そうですね、はい、飛び出てくることはありません。ポータブルバッテリーのサイズもいろんなサイズ、この中に入るところでしたら、はい、収まりますので、はい、いろんなのが付けてます。もうお持ちのものを選んでいただければと思います。わかりました、はい。でですね、あと棚の使い方というところですね、はい、まずはこちら、まあ、ここはもう簡単に特に何もないので普通に荷物を入れていただいてというところですね、はい、で次がこれ横開きの扉になります。これ勝手に開いてこないようにロックかかってますので、押していただいて開けていただくような形ですね、はい、はい。でもう一つがこの下です。今度引き出しのタイプですね。こちら引き出していただいてというところになっております。で今回は C パッケージというパッケージングで、まあ、ボードとかもセットでついてくるんですけれども、これですね、例えばここもこちらの棚にしたいよってことであれば変更することが可能です。パッケージで買っていただいて、自分の使っていく中でこうしたいああしたいっていうのがあれば、まあ、ここの扉の部分を変えてもらったりとかしてもらうといいのかなと思います。これがもう箱のもいいところです。無限にカスタムができるってところが素晴らしいですね。すごく収納が入りそうで嬉しいですでベッドキット。そうですね、はい、ベッドとしては枚数5枚になって、ぴったり設計です。無駄が全然ないですね。ちょっと寝てみますわ。はい、お願いします。お、すごいぴったりなんですよ。こう隙間も全然なくて、もうで私174cm なんですけど、全然このまままっすぐ寝てもまだ足多分180ぐらいありますよね、奥行き。そうですね、はい、大人2人は余裕で寝れそうです。で下も一応スペースあるんで、ここでも結構広いんで人が1人寝れたりもできそうですね。で私の場合は、まあ、自転車旅とかがメインになってくるので、基本的にはここに自転車を入れようかなと思ってます。で今ちょうどね、今日折りたたみ自転車持ってきたんで、折りたたみ自転車積んでるシーンをちょっと映そうかなと思います。ちょっと簡単に今は畳んでますけど、
ちょっと仮でね、まだ固定は今から考えますけども、こういうふうに折りたたみ自転車積むことができます。で、奥行きも結構あるんで、私が見た限りだと折りたたみ自転車一般的な、まあ、20インチまでのサイズであれば4台は積めるかなと、余裕でっていうサイズ感です。で、視聴者さんの中にはやっぱりロードバイクとかグラベルロードとかマウンテンバイク乗ってる方もいると思います。その方はまたその動画後日上げてみますので、はい。で、基本的にはロードバイクとかの場合だと車輪を外す必要あるかなっていう感じです。で、車輪を外していただいて2台いけるかなっていう感じです。まあ、もっと大きい今流行りの E バイクとか、まあ、結構デカめのマウンテンバイクの E バイクとかだと、まあ、ベッドキット外していただいて、こう縦に2台積むことができるっていうようなサイズ感かなと思います。この箱なんですけども、ベースユニットおのおのいろんな種類がありまして、簡単に外すことができて入れ替えることができます。で、今トイファクトリーさんではここがシンクになるモデルもありまして、今ここに画像を貼っときますね。今度実際にそれにも変えてみようかなと思うんですけど、例えばサーフィンする方で自転車乗りの方だと、まあ、オフロード走って汚れたタイヤを洗いたいっていう方はそういったシンクを選んでいただいてカスタムするというのもおすすめです。シンクにしたとしてもこういうベッドキットにもすることができますので、まあ、なので箱は本当にユーザーによって無限大にカスタムができるっていうことと、まあ、元々できているキャンピングカー持ってなくてもハイエースを持っていれば後からですね、私みたいに買ってからやっぱりちょっとキャンピングカー、ライトキャンピングカーの仕様にしたいなっていう人にとっておすすめの選択肢かなと思います。よかったらトイファクトリーさんのホームページぜひご覧になってください。これから私ね、これを使っていろいろ自転車旅もしくはね車中泊っていった動画どんどん上げてきますので、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。